どうみさん、リンクでございます。コーンスネークホロンの身体測定動画67ヶ月目ですね。やっていきたいなと思います。はい。えー、ちょっと色々違うなと思われてるかと思いますが、それについては、おいおい説明していきたいなと思います。まず重さ測らせてください。まずね。ほい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 。ほいほいほい。こんにちは。今日は言っときますよ。うんちしないよ。<laughs> なぜなら、今朝したから。 朝起きて部屋臭いなって思って見た時にうんちしてた絶望感半端ないよね。もうそれをさ、綺麗にしてから会社出勤するっていうこの凄さ、評価していただきたい。はい、よいしょ、オッケー。さて、重さ、ドン !1.260 みたいな感じですかね。おおおうおうおうおい、こんなもんですかうん。 ちょっと重めですかねうんちしたあとにしてはなんか意外な感じしますねうーんそうですか映ってる <laughs> じゃあまあちょっとね、えー、普通のものに戻しましてもう多分今のねちょっとなんかあの操作というか動き感で今日何が違うか分かった人いると思いますがよしちょっとまあいいじゃないですかよいしょこの色の補正がね露骨なのがちょっと良くないなと思いますけれどもね はい。ということで、コーンスネークのオロンです。はい。67ヶ月目です。よし。この辺の位置でよろしいですかはい。じゃあちょっとお話ししていきましょうかね。今日えー、撮影機材を変えてみました。これはね、あの、ずっとこれからこうしますとかじゃなくて、とりあえず実験っていう感じです。今日撮ってんのはスマートフォンで撮ってます。あの、新しく買い替えたんですよ、スマホを。 で、前のスマホはね、もう2年半 ?3 年ぐらいかな使っておりまして、まあ正直一眼レフのですね、一眼じゃないな、コンパクトデジ壁ですね、コンデジですね。私の持ってるやつの方が、えー、画質が良くてですね、まあ別に使う気も起きなかったんですけども、まあ最近のスマホというのはですね、かなり画質が向上されておりましてですね、まあゲームとかやっててもね、露骨にあめっちゃ画質性なと思うんですわ。なので、ちょっと試しにね、あの、身体測定動画で、 撮ってみようかなと思って、こんな感じになりました。はい。<laughs> ちょっと試しです。試しにやってみようかなと。どれぐらい綺麗に、あの、撮れててっていう。ただやっぱスマホのカメラってね、どうしてもこう、色のね、補正がちょっと激しかったりして、本来のホロンの色とちょっとね、違うよねっていうところがね、やっぱどうしてもあるんですわ。一応ね、ちょっと青っぽくなる傾向があったんで、ちょっとだけ赤寄りにしました。青と赤の,こあの割合になるんですけどちょっと赤寄りにしたんですけど、それでも、 あの下向きに撮るとちょっと青っぽいなという感じはしますけどね個人的にはちょこちょこあのさっき映ってた時に若干フローリングの色がね赤っぽくなったなって思われるときは赤のその感じが綺麗これですね今この感じですねちょっと赤っぽくなりましたよね本来はもうちょっとだけ赤いかなという感じはしますはいまあ画質とかはね自分もちょっとカメラの画面で見てる分にはとても綺麗なんですけどこれはあとでそのパソコンに取り込んでね でパソコンでちょっと動画としてあの使えるようにね、まあ私ちょっと軽くじゃないです。軽くですけど、あの身長、あ身長じゃない体重とかね、入ってるじゃないですか。そういったのをちょっと軽く入れた時にどうなってくるのかっていうところはあるんですよ。まあそれ見てからにはなるんですけど、えー、まあ切そうであればね、こういったこともあのやれたらなっていうところはあるんですよ。 まあ、コンデジもね、もう、言うて何年ぐらいですか結構昔から、ホロンがちいちえい時からね、使ってるわけでございます。もう、画質もね、いい加減スマホも良くなってまして、結構追いつかれてるところがございますので、えー、こういったね、使い分けっていうのかね、いろいろやっていくと、あの、またいいのかなと思ったりします。まあ、スマホもね、使っていくと、どんどん、あの、電池がなくなって、速くなってくるんで、こういうことできなくなってくるんですけど、まあ、自分としては結構気楽に取れるんで、楽は楽ですね。ただ、まあ、三脚にくっつけるのがめんどくさいね。 え、今日の朝うんちしたのにまたするとかいう、そんな落ちないよね。なんかその若干尻尾のあたりが上がってるのは俺はすごく不安なんやけど、大丈夫ホロン、それ。<laughs> 大丈夫かなえ、なんかめっちゃしそうな雰囲気してるけど、大丈夫 <laughs> でも、すんやったらもっとこう、動いて避けるんちゃうかなって思ったりするんですけど、どうでしょうね。<laughs> 不安。意図不安でございます。はい。<laughs> とっても不安なんですけどね。 大丈夫だといいな。<laughs> 大丈夫だといいなと思います。はい。まあ、体重増えてますね。ちょっと今回ね、消化の速度早かったかなって気はするけどね。うんちの固ま,固まってたんですけど、いつもよりは、まあ、緩いってほどでもないかな。うん、いつももうちょっとカラカラなんか出てるイメージですけどね。まあ、健康的なうんってやっ だっちゃうんっっうてやったなという感じはします人間で言ったら。<laughs> なんでね、ちょっとどうだかなって感じでします。ただね、この1ヶ月は結構ね、霧吹きかなり頑張ったんですよ。な、ま、ん、あ、で頑張ったかっていうのがちょっと別にないんですけど、理由は。あの、マルスのね、尿酸がやっぱ硬いなっていうのはちょっと前からね、思ってたことやったんで、それをね、改善できたらと思ってたんですけど、まあ、水飲まないやつ、どうやって改善させようかなと思ったら、やっぱその空気中のね、えー、湿度が高めてやることによって、ある程度、その、 水分取れるんじゃないかなということで切り吹きをちょっとねマルスこの1ヶ月強化月間だったんですよで結構いい感じに湿度上げられてたと思いますおそらくね、うん、で、そうついでにちょっとフォローもやってたって感じなんですけどその影響かなとは思ってますまあ、絶対そうだとは言い切れないんでちょっとねあの確証薄いんでハーンぐらいに聞き流していただけるといいんですけど、うん、まあちょっとねそれは今後もやってこうかなって感じですマルスの方は割といい効果出てるかなって感じはしますね でちょっとね気になってんのがあのマルスが拒食したあたりからですかねヘビたち2匹ともですけどあのんしたら餌与えるみたいなそういうスパンにちょっと切り替えますわみたいな今までずっと週に1回で確実に餌あげてたのをふん、えー、したらご飯あげるみたいな感じに切り替えてこっから様子見ていきますみたいに言ってもうそれで多分そう言ってから1年以上経ってると思うんですけど全然不都合ねえなと思ったんですけど最近ちょっとねずれたと思いますそれ。うん ずれたと思う前まではそのね、前回食べたものを出して、で、その後餌あげて、で、また前回食べたもの出してみたいな、そういうスパンがあったと思うんですけど、今、多分、そうじゃなくなってると思う。今日、今朝、したフンは多分、前回の餌のじゃないと思うんですよ。多分、一回前かなと思いますね、さらに。うん、ちょっと一回分ずれてると思います。マルスに限っては、さらに、うん、ずれてると思う。マルスも、実は、昨日じゃなくて、一昨日なんですけど、フンしたんですよ。 で、量少なかったんですけど、それも前回の球児じゃないと思うんだよね。量的に明らかに少ないんで、前回の球児がもしかしたら2回に分かれてるのかもしれないですけど、ちょっとね、違うなと思ってて、多分、ホロンも少しずれが生じてるなという感じです。いやー俺の中でフンあげたら餌あげるっていうのは、まあ結構昔からね、そういうあげ方されてる方もいて、まあ割と強いあげ方なんじゃないかなって思ってたんですけど、実際あげてみて、こうずれてくっと、うーんってところもね、やっぱありますね。 まあ、それはそうですよね。彼らも生き物ですから、そんななんか機械的に何日に何回とか、何回に1回みたいな、そういうふうに測れない部分はやっぱり多かったりするわけですよね。うん。なんで、やっぱり、あのー、オフのね、期間の時に夜とかね。まあ、今、たちまち、まあ、この夜、うんちした後ですけど、マルスはね、下にじっとしてるんですわ。だから、ご飯いらないんですよ、多分。 とか、ホロンも、えー、掃除しようとかね、水返しようと思った時に、こうガチャッと開けた時に、もうシェルターからシュルシュルシュルって出てきてる時はお腹空いてるんですよ。で、今日なんか出てこなかったんで、多分ね、お腹そんな空いてないんですわ。予想ですけどね。そういう、なんていうんですかね、ちょっとした変化っていうところで、やっぱお腹空いてる空いてへんっていうのを見極めてあげるのが、なんで急にそんな、え、もしかして来るえ、もしかしてそんな、そんな急になんかここから出ようとする感じはなんかあれやん <laughs> なんかあの、する時のやつですけどね。はい。 えちょっとねそういう、あのー、餌の上げ方に切り替えようかなちょっと思ってます何日に1回とかそういうのあんまり決めないでなんかどれぐらいのペースでとかもうなんか機械的には決めないでほんまあ,あくまでもその,あの夜とかの時にどれぐらい動いてるとか。 あの、どういう感じ、部屋の掃除とか、えー、必要とした時、ケージの前に立った時どんな反応するのかっていうので、見極めていこうかなっていうふうに思います。まあ、言うてこの子ももうね、あの、結構長いこと飼ってるわけですから、そういった風に見切りつけられるでしょって言われれば、確かにできますよ。もう、うん、餌欲しがってんな、今とか、いらんと思ってるやろな、みたいな、そういう加減はある程度自分で見分けつくんで、ちょっと、そういう感覚を頼りにね、餌あげて、ちょっと <laughs>、行きたいなと、最近は思います。はい。 まあ、まだちょっと実際そうするかどうかあれですけどね。立ちましでも次の休止は、あの、まだいいかなと思ってます。うんちしましたけれども、今日みたいにシェルターの中から、あの、私がね、水替えしようとしても出てこないような場合は、別にわざわざここでする必要ないのかなという感じがしますね。ちょ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 。ちちょょなんで、なんでそんな急に、ええ、どうしたのどうしたの急に。いや、うんちじゃないと思うんだけどな。 思いたいたないと思いたいただ単に帰りたいだけただ単に帰りたいだけはいもうちょっとねもうちょっと一緒にいてください いや、便利だなのは。スマホにすると便利だなのは。この状態で写真撮れるのはでかいですね。動画のここがこう、このままでパシッと撮れるっていうのは結構楽やなという感じはします。個人的には。あと、ズームとか、ズームアウトも早かったんですよね。とてもね。いつもすごいちんたらうぃーって言ってたんで、えー、そういうのは音なくファッとできるっていうのはとても楽やなと思います。ちょっとまあこの爬虫類とか触った手でね、触らなあかんっていうのは若干めんどくさいかなっていうところありますけど、カメラ使ってる時も自分ね、ちゃんと、あの、触った後は抗菌のそういうのはしてから、あの、拭いたりとか、そういうことしてたんで、まあそんなに変わらんだかもしれない 知れません、ね、うん。 どうなんでしょう皆さんよかったら、この画質とかに関して、特に、ホロンが早く動いてる時とか差が出るんかなってけど、差を静止画とか、あの、止まってるときはそんな差は出ないと思いますんで、ホロンがシュシュって素早く動いてる時とか、そういった時にね、あの、改めて、まあ私も見ますけれども、皆さんの目から見てもね、えー、ちょっと画質的にどうだだとか、えー、そういうのあったらよかったらコメントしていただけるとね、ありがたいな。教えていただけるとありがたい。まあコメントじゃなくてもいいんですよね、別にね。<laughs> なんか生放送ちょろっと遊びに来た時とかに、あの、教えていただけると、自分はわかりやすいなと思います。はい。 色合いがやっぱりちょっとね、いまいちかなとは思いますけどね。ということで、10分ぐらい経ちましたんで、今日はこれで終わらせていただこうかなと思います。いただいてありがとうございました。またよかったらね、来月の身体測定動画、あるいは別の動画にておい,いたしましょう。お疲れ様です。バイバイ。